はい、どうも、吉宗です。今日はね、待ちに待った、ニューロ光ね、ソニー製の ONU、ソニーの、NSD の G1000T、ONU 一体型サービスルーターというものが、1ヶ月ぐらいして届きました、やっと。で、今日はね、これに変えたんで、スピードの方を測っていこうと思うんですけど、その前にね、このルーターね、届いた状態では Wi-Fi 5の設定になってます。なんで、設定の中に入って、帯域幅っていう項目があるんだけど、そこがね、80になってます。届いた状態では。それを160に上げてあげる。ヘルツだったかな？ 80Hz、160Hz だったかな？要は帯域幅が増えることで、もうたくさんのね、電波を送れるっていうことだから、そこを160にしてあげないと Wi-Fi 6の恩恵を受けられないですね。だからそこをね、皆さん、このね、ルーター使ってる人、ちょっと確認していただければと思います。それではね、早速いきたいんですけど、まず今日3回測ります。最初はね、有線。それからソニーの ONU の Wi-Fi を使ったスピード。それから、バッファローのルーターを接続して、測ると。この3つね、どのぐらい違いが出るのか、測っていきたいと思います。それでは準備します。パソコンの方に来ました。それではまず有線からなんですけど、ONU 側はね、2.4ギガ対応してんだけど、僕の持ってるね、このイーサネットアダプター、アンカーのね、これが1ギガまでしか対応してないんですよ。で、接続してるこのコードはカテゴリー7です。だから1ギガ以上の、スピードは出ないですね。で、どのぐらい出るのかっていうとこちょっと見ていきたいと思います。それでは。測定サイトはね、前と同じ i3dnet.net か。ここで貼って借りたいと思います。それでは、有線、最大1ギガですけどね、有線でいきます。有線だと、730、下り734の上り941という結果になりました。それでは次ね、ソニー製 ONU ね、の測定になります。これも合わせて、いきましょう。それじゃあ、ソニーの ONU の、Wi-Fi の、Wi-Fi 6の接続ですね。下りが196の、上りが466と、かなりスピード落ちてますよね。で、僕、これの状態で使ってた時に、ルーターから10メーターぐらいかな、離れたところにプリンターあるんですけど、プリンターのね、Wi-Fi のマーク、扇形のね、
それのね、一番上がつかないんですよ。ということは、もうプリンター、10メーター離れたプリンターの位置でもう電波が弱くなってるんですよね。ということで、バッファローの方も測ってみたいと思います。じゃあちょっと準備してきます。はい、それではね、次、バッファローの、無線 LAN ね。で、いきたいと思います。で、サーバーをさっきと同じところね。はい、どうだったでしょうか。まず有線で測ったのが、下りが734、あ、違う、あ、上りが941か。で、ソニー製の ONU で測ると196、下り196の、上りが466と。で、バッファローで測ると141の449という結果なんだけど、このね、この有線と Wi-Fi の差がありすぎるんだよね。ちょっと何が悪いのかね、わかんないんだけど、まあ、セキュリティとかかかってるから、それで遅くなるっていうのもあるんだけどね。まあ、ただ、時間帯の問題もあるしね、昼間の時間帯っていろんな電波飛んでるから、まあ、電波干渉で遅くなるっていうことは十分に考えられる。だけど、どうなのかな ?196 の466って遅いよね。まあ、例えば大きなものをダウンロードするとかって言ってるらやっぱり有線になってくるのかな。まあ普段使いはね、もう196の466あれば十分だから。っていうとこですね、今日はね。意外とスピードが出なかったということです。まあこれにね、まあ関連動画じゃないけど、F660P ね、まあ、あれのスピードを測ったやつと、一番最初に届いた、SPW の200、違う、SP なんだかの 200W、一番最初に届いたやつね、まあ、この2つの、ね、スピードも上げてるんで、まあ、参考にしていただければなと思います。まあ、ちょっと時間帯がね、今昼間の時間帯なんでこんなスピードしか出ないんですけど、あんま参考にならないね、これね。だけどこの有線で734出てるものが、Wi-Fi になると176になるっていうのは、ちょっと何かが影響してると思われます。バッファローでも170、141か、しか出てないからね。何かしら電波が影響してると思います、これは。夜中の時間帯に測ればこんなに差は出ない。ですね。今もう、5時ちょっと、午後5時ちょっと前なんでね、こんな感じになりましたけど。まあ、あとさっきね、最初に言ったその、設定の中に入って、帯域幅っていうのを80から160にするってことね。それぐらいですかね。ということで今日はね、速度を測ってみたと。ソニーの ONU でね。まあ、またこれね、スピード出る機会があれば、夜中の時間帯かな。測る機会があれば、また測り直してね。その時にじゃあどのぐらい出るのかっていうのを出したいと思います。では今日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。